今回は最近発売したらしい、あのなんかそお蕎麦がカップラーメンシリーズからお蕎麦が出ました。あの本格的なお蕎麦っていうことで、もうこういうふうにこういうふうに食べられるってことで、うん、今日は食べてみようかと思います。はい、では用意するもの、ズン、めんつゆを薄める水、はい、器、箸、あとわさび、あとざる、始めよう。これはお湯でふやかすらしいんで、うん、お、ちゃんと天かすみたいなのが入ってますね。はい、でつゆを作っていきましょう。はい、ね、こんぐらい、キャップ一杯分ぐらい、もうちょっとですね。はい、これで水をね、ちょっとよっと、そしてね、薬味というわさび、うん、わさびも入れていこう。パセリも入れていきましょう。こんぐらい、こんぐらいですね。わさびは美味しいからね、混ぜていきましょう。うん、わさびで濁っちゃいました。ではね、こちら美味しそうなお蕎麦になってますよ。はい、じゃあいただいてみましょうか。うん、これは忘れてました。なんかチャッチーお蕎麦に なっちゃったけど、まあいいや。じゃあいただきます。蕎麦はね、半分ぐらいつけて一気にズズッと。普通にそばやんこれ。え、待って、やばい、これは生かしてる。ペヤングさん、生かしたもの出しましたね。やっぱね、おそばっていうのはこうやってつゆにつけて食べるのが一番ですね。うん、それ以外のあの言っちゃ悪いですけど、たぬきそばとかあるじゃないですか、あんなのダメですね。カップで食べるなんて、カップで食べる焼きそばなんて、焼きそばじゃねえ、カップで食べるおそばなんてそばじゃないんだよ。うん、やっぱカップそばが一番だな。うん。